私たちは皆知恵の木の下で息づき世界を読もうとした。土から読み、雨から読み、そして白き鳥となって枝に登り、やっとのことで重要な一枚の葉を口に加えるの。かつて私はこの世で唯一夢を見られる個体だった。私の夢では、人々はみんな夜になると夢の世界に入れた。人々の脳裏には様々な発想が現れ、地面に転がるもの、空に浮かぶものがいる。それは全ての物事をつなぎ、まばゆい網にした。三千世界の中にさらに小さな世界があり、全ての運命はその世界で躍動した。だんだんと分かったの。これら描写のできぬ変化し続けるものこそこの世で最も奥深きものであると。それらのみがあれら狂気を徹底的に駆逐できる。夢のみが意識を最も深い暗闇から呼び覚ませるの。我こそは問いを唱える者、そして同時に答えを探す者、人々の夢で世界を救う、それがかつての私の答え。そして今、あなたたちも自らの答えを見つけた。すべての夢を人々に返すわ。スメールの民よ、さようなら。今宵、素敵な夢があなたたちに訪れますように。